今回ちょっとね遅くなりすぎて夜になってしまいましたが、前回何やったっけ、アカシクワガタ、アカシクワガタが取れたポイントのところにまたやってまいりました。果たして夜にアカシクワガタいるのかと。だってイメージとしてはアカシクワガタって昼間ついてるイメージあるけど、おついてますね、見てください、見えるかな、夜だけど普通についてる赤足。夜でもいるんですね。ちょっとこれ撮ってみようかな。このオスやたらでかいんで、はい、撮れました。オスやたらでかいっすね。このオスでかくないですか。50アップあるんじゃない。めちゃめちゃでかいですね、これ。こんなでかい赤足野生でいるんですね。ほら。そしてこの歩きの速さね。木から落ちたら一目散で逃げていく。メスは逃がしますか。メスは逃がします。はい。このオスはちょっと持って帰りたい。でかい。デカオスいましたね。10日には絶対こんな集まってこないタイプのデカオス。これはでかいな。他にもたかってると思うんやけど、お、いた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 。見て、こうもろにいましたね、ここ。ここ見えますかね。やっぱ夜でもいるんですね。ていうか夜行性なんじゃないのこいつら、アカアシクワガタって。この柳の特徴を覚えておきたいんやけど、やっぱりクワガタがついてる柳とついてない柳、なんか差があるんだと思うんですけど、なんか違いがあると思うんやけどな。クワガタついてんのとついてないのと何が違うんやろ。ついてるとこにはついてるけど、ついてないところには全くついてないからね、柳。何が違うんやろな。というわけで、でかいオスが、取れました。夜でもいるところにはいるという感じですね。でも、見分けがつかないので、見分けがつかないというか、遠くから見たら全然わからないんで、ルッキング採集する場合は、やっぱり昼間じゃないと無理ですね。いるポイントが分かってれば、まあ、夜に来てもいることはいるって感じかな。とりあえずこの辺りちょっと見ていこうか。これ柳がないんですけど、柳の代わりにね、こういう、なんていうのかな、カンバキっていうのかな、それ系の木があるんで、もしかしたらいるかもしれないと前から思ってたところ、クワガタと思ったら全然違う虫やった。おったと思ったら全然違った。木回りのなんかゴミ虫系のやつや。でも樹液は出てるってことやね、これ。ほら虫こぼあるし。お、いた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 、いました、発見しました。やっぱ当たってました、予想。見てください、ここほらメスいますね。ただこのメスはですね、見たところこのメスは見たところですね、コクワガタのメスのようです。でも発見しましたね、やっぱいたんやな、コクワのメスですね。はい、れっきとしたコクワガタのメスがいました。でもコクワのメスがいるってことは、やっぱりクワガタつくんですね、この木。クワガタの生態には近寄っているね。この葉っぱ覚えとこう。ただかなり分散している感じはありますね。一極集中はしてないから。やっぱクヌギの木が生えてるとこの方が探しやすいですね。あっちは。お、いました、いました。
いましたいました。見えます？あ、これスジクワガタですね。あ、落ちた。これオス、小さい方がオスで、メスもどっか行きましたね。この小さいのがオスですよ。スジクワもいますやん。やっぱこういうとこにいるんやな。発見すんのは面白いけど、結構やってる方は大変ですね。特に夜はこう目が疲れる。めっちゃめっちゃ夜は目疲れるな。これ視力落ちてんちゃう、これ。夜中こんなんやってるから。柳の木を見ていこう。どうかな、もしかしたら来てるかもしれないしね。いねえな。何が違うのな。来てる柳、来ない柳、来る柳。場所もあるやろけど、理解不能ななんかあるんやろな。ここはええ、ここはええ柳やとか。お、カエルいる。アマガエルいますね。カジカガエルかな。めっちゃでかいです。気になりきってます。